ルピスの CM キャラクターを務めております、東間亜美さんです。どうぞ。こんにちは。よろしくお願いします。では自己紹介をお願いします。はい、カルピスウォーターの14代目イメージキャラクターをさせていただいております、東間亜美です。今日は雨の中本当にありがとうございます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。中学の頃は何部だったんですか？私中学は硬式テニス部に所属してました。硬式テニス部、はい、どんな思い出がありますか？そうですね、部活やっぱテニス部結構人数もいたんで、みんなで普段は基礎練習をして、たまに週に1日なんか試合をやる日っていうのをみんなで決めてて、その試合の日がすごく好きだった覚えがあります。試合が好きだったんですね。はい、なんかやっぱりこう普段は一緒にこう練習してこう教えてもらったりとか、いろいろこう一緒に練習してる仲間とその日だけはちょっと本気でこう戦って、で負けたらちょっとアドバイスもらったりとか、そういう試合すごく好きでした。そうだったんですね、はい、ではステージ左側階段があるので、はい、向かって右側の自販機のところに、そうですね、お進みいただきまして、はい、トップ3、東間さん読んでいただいてもよろしいですか？はい、一つ目がみんなの気持ちが一つになった瞬間、はい、で二つ目が物質でワイワイ盛り上がる瞬間、あとはもう一つが好きなことに一直線最後までやりきった瞬間です、はい、ではこの中から一つ選んでいただいてボタンを押してみてください。はい、どれにしよう、いいですか？はい、カルピスウォーターが出てきているはずですのでお持ちいただいて、ではカルピスウォーターを持って少しお話を伺いたいんですが、はい、まずどちらを選ばれたんですか？私は一番上のみんなの気持ちが一つになった瞬間を選びました。東間さんはこのスキッシュに共感できますか？はい、はい、できます。やっぱりそのこうなんでしょう、みんなやっぱりこう練習結構大人数で練習してるとやっぱりその意見の違いが出てきて、こっちの練習をもっといっぱいやった方がいいんじゃないかとか、逆にこの練習やった方がもっとチームは強くなるんじゃないかなんて、ちょっと言い合いじゃないですけど、はい、こうみんなで話し合ったりもして、うんうん、でもなんかやっぱりみんな部活を楽しく全力でやりたいっていう気持ちは同じなので、その気持ちが一つになった時はやっぱり嬉しいし、より頑張ろうって思いますよね。なんだかね、空模様も東間さんよくやった、選んでくれてありがとうみたいなねえ、雷も鳴っておりますけれども、残念ながらですね、そろそろお時間が近づいてきてしまいました、はい、最後に東間さんから全国で頑張っている、はい、部活動を頑張っている中高生に向けてメッセージをお願いします、はい、なんか私にとって部活って今思い返すと一番の青春をしてたなっていう時間で、こうみんなで辛い練習をしてる時もなんか先生とか先輩に怒られた時も、こうみんなで帰り道一緒に喋って楽しんでワイワイしてる時間も、どれもこう今思い返すとすごく自分にとって大切な記憶だなと思っていて、でもその中に今こう思い返すと、あれをやっておけばよかったとか、こうしとけばよかったっていう後悔もいろいろこう思い浮かんできたりもするので、なんかそういう後悔がないように全力で部活青春楽しんでほしいなって思います。そんな青春のお供にカルピスもぜひよろしくお願いします。素敵なメッセージありがとうございます。本日のゲストは東間亜美さんでした。東間さん、ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。一番右側の早山さんからお願いします。